ありがとうございます。ライブさせていただくのは僕実は初めてなんですけども、本当に何だろうな、まあ、月並みなことかもしれないですけど、本当に気持ちいいです。ライブできて気持ちいいです。どうしてね、こんな酒を飲みながらライブしてるんだって言われるんですけども、酒が好きだからとしか言いようがなくてですね、ライブの出来がどうとかはいいんですよ、別に。一応 CD もあるんですけども、CD が売れたとか売れないとかも別にどうでもよくてですね、とりあえず楽しければいいということで、皆さんとこうやって時間と場所を共有して、楽しく、そして身入りある一日できたらなと思ってます。そしてですね、 CD さっきも言ったけど売れなくてもいいやって言ったけどやっぱ売れた方がいいや売れなくてもいいやって言ったけどね、7曲入りで1000円で、ございまして、今日はこの会場の中にですね 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 ということで10枚は売れると。ありがとうございますまあまあ気が向いた方はですね、そこにあるんで、声かけていただければ、もしもどうしてもお金ないよって人は盗んでいっても見て見ぬふりしますじゃあその CD の中から心向きという、どんなに、自分の状況や描いてる夢が変わったとしてもですね、前さえ向いて生きていればそれだけでいいんじゃないかなと、そういう気持ちを歌ったら、ちょっとノリのいい曲をやりたいと思います
大人になったら必ず行くんだよ。
うで約束したんだ。いくら手を伸ばしたって届くはずのない、大きな大きな空。でも僕は何も疑うこともなく、綺麗な未来を信じてた。悔しいことがあると耐えきれなかった。大きな大きな涙。でもあの時の僕の目は何より輝いてたと思う。したいと思います、ありがとうございました。吉田ゆきなりとバームクーヘンズです。バームクーヘンズいないけど吉田ゆきなりとバームクーヘンズです。もしね、あの次機会があれば、バンドでちゃんと吉田ゆきなりとバームクーヘンズっていうもので見せたいと思うんですけども、なんでバームクーヘンズっていうかというのを説明しようかなと思うんですけども、あのバームクーヘンってこう層になってるじゃないですか、こう一層一層で、あの僕はですね、バンドメンバーっていうのを固定したくないと思ってるんですよ。まあ、バンドっていうとこう、この人とこの人とこの人みたいなのでガッてやってっていうのが、まあ、一般的なんですけども、そうじゃなくて、いろんな人といろんな音楽を、いろんな楽器でいろんなジャンルを、何でしょう、その時々でやる曲も違っててもいいと思うし、やる形態も違っててもいいと思ってて、でもその時やれる人たちで一番面白いものをやりたいなと思ってて、それで何でしょう、こういろんな人が集まってバームクーヘンのように音が層になっていけたらいいなと思って、バームクーヘンズという名前をつけました。今すごいいいこと言った。ありがとうございます。